人より遅いのって損ばっかり。遅れて生きる彼女のもとには遅くても勝利を諦めなかったんです。幸せも一足遅くやってくる。早見さなえは一足遅い。プール、これぞバッドエンド。バイバイ。学校一の美少女はボーイズラブが好きな腐女子、胸が張りたくそうなバッドエンド展開が大好物なの。鶴見さんのメリバ講座。プール行く？一緒に。あの日、野球しか知らない僕たちは試合出れなかった、意味ないから脱走した。脱走球児。プール、これにかかってますか？諦めずに作っていくってこういうことなんだね。気持ちに寄り添ってくれる監督だなと思いました。お芝居最高です。毎日なんか苦しい。疲れ切った彼女の前に現れたのは、おじは認知症なんです。ラジオ体操第一。万太郎のラジオ体操。プール、俺は全部笑いに変えたら。出会うはずのなかった二人が一冊のノートでつながる。こっからの人生笑わしたろうや。ルリとカラス。